伊勢暴動は1876年12月に三重県伊野郡に橋を発し、愛知県、岐阜県、堺県まで拡大した地疎改正反対一揆である。受刑者は5万773人に上り、当時最大規模の暴動事件となった。現行の高等学校、日本史の教科書では、茨城県で発生した真壁騒動と並び、地疎改正反対一揆の代表とされている。 この暴動を通して、地租が3%から2.5%に引き下げられたことから、竹やりでドンと突き出す2分五輪と謳われた。明治維新により、新政府は次々と改革を進めていったが、その改革の中に、米の代わりに現金で納めるなどとした地租改正が含まれていた。従来の税収を維持するように地租が定められたため、農民の負担は軽くならず、 その他の要因もあって、農民の不満は高まっていた。そして1876年12月18日、翌日に控えた、租税取り立ての延期を、現在の三重県松阪市に相当する地域の農民が、胡蝶らに申し入れた。この農民と胡蝶らの話し合いはもつれ、松阪の農民は、北と南に分かれ集団で行進を始め、各地で新政府に関係する施設の破壊。 をを行っったたた特にに展開した一機は三重県県県え愛知県や岐阜県にも広がったこうした動きに対して、新政府は、賃大や、警視庁の巡査を派遣して、農民を抑え込んだが、結局地層を引き下げざるを得なくなった。多くの犠牲を払いながら、民衆が政府に勝ったのである。1873年7月28日、政府は、 財源確保などを目的に、地租改正条例を制定、米の法教に関わらず、税率を地価の3%とし、勤労とすることを定めた。現在の三重県に相当する地域は、北部の三重県と南部の渡来県に分かれており、地租改正事業の実施に差が生じていた。具体的には、古町が感染で、上位家達がうまくいった旧、三重県では1873年9月より、 高領人の選出が行われ、1876年4月には821村のうち761村で、地租改正事業が完了した。一方で、古町が民選であった渡来県では、民衆の意向を無視できなかったため、1874年3月から事業に着手し、1877年11月に市街地を除いて完了するという遅れが見られた。 このズレが、後の伊勢暴動に影響を与えることになるのであった。1876年4月18日、渡来県が三重県に編入され、現在とほぼ同じ領域を持つ三重県が誕生した。しかし、三重県誕生によって、すぐ県下の政策方針が統一されたわけではなく、北勢では1876年の米下を基準に地層を定めたのに対し、 南西では1875年の米価を基準に定められた。1875年の方が1876年よりも米価が高かったため、南西の農民の不満の種となった。また、地層は高いのに米を安く売らざるを得ず、さらに、米商人の書いた滝にあい、その上くした赤流の三角州地帯は1876年9月に大雨で堤防が決壊。 綱が田畑に流入するという多重区に悩まされていた。1876年11月14日、串田川下流の魚見村、久保村、新海村、保津村、松名瀬村の子村の連名で、西米農家、また派年年の相場を以上のオフ様という単願書を作成し、区長の桑原醸造経由で三重県に提出しようと試みた。村人の思いは虚しく、 クワハラは単眼書を30件に届けなかったが、県内各地で地租の米農と地方税の減税を求める声が上がっていたこともあり、三重県は地租の3分の1を米農とすることを認める決定をした。ただし、農民には3分の2米農とご情報が伝わってしまった。1876年11月27日、茨城県真壁郡基地官村に、 約300人の農民が結集、副区長に豪訴する事件が発生。同月30日には、道軍飯塚村で民衆放棄が起きた。これらの動きは、真壁一揆と呼ばれ、164名の捕獲者を出した。県南で起きた真壁一揆は県北にも、波及、12月8日から12月10日にかけて、中郡小舟村や上尾瀬村の村人を中心に、尾瀬一揆が勃発。 死刑3名を含む1091名の処罰者を出した。茨城県で起きた一期は、基礎改正に反対するだけでなく、学校が付近廃止なども掲げていた。小瀬一期の直後、伊勢暴動が勃発することになる。1876年12月18日の朝、各村の古町は、翌12月19日に租税を取り立てるため、豊原村で開かれる古町会へ出かけた。 その留守の隙に、魚見村の農民は、串田川を挟んで豊原村と向かい合う早間ゼ村の河原に集合、租税取り立ての延期を申し入れた。そして魚見村以外の古町会を構成する4、村からも農民が集まり、同じ要求をし、さらに他の村からも農民が集まってきた。当初、組頭が農民の応対をしていたが、集まった農民が増大して、 裁ききれず、胡蝶、区長、巡査も説得に当たるようになった。そして区長が農民の意見を飲み、三重県宛の探願書を書いた頃には、日付が変わって12月19日の早朝になっていた。一方、この時には噂を聞いた農民が、串下川上流や西岸からも集まってきて、約1000人の大集団になったが、説得工作に当たった巡査が農民を挑発したため、 ついに集団移動を始めたのであった。伊勢暴動の広がりはやまぜ村の河原に集まった農民集団は多くが北上し30県の出張所があった飯田下郡松阪へ向かったが一部は南下し30県の市長のあった渡来軍山田へ向かった。北勢と南西では一気の展開に違いが見られる。北勢では基礎改正が進行し明確に基礎改正そのもの および申請を否定する一期として展開された。南下した一期体の要求は北上した一期体とは違い、高濃赤大値段の引き下げが主であった。南西では基礎改正の実施が北勢に比べ遅れており、近世までの総百姓一期のような形をとっていた。松阪方面約1万人の一期体は松阪中心街に向けて進み、12月19日午後1時に、 松坂へ侵入、午後12時に、納税の窓口であった三井銀行を焼き打ちにし、三井銀行の取締り宅や、柿日村の古町宅も破壊した。12月20日朝の時点で、松坂の町は、一機体の制圧下にあったが、あの軍津に向かわず、柿日村の海へ寺野に留まったことで同日午後に、県庁派遣の氏族が到着してしまい、農民側は、敗北を起死することとなった。 一機隊は県令宛ての探願書を渡し、解散した。津、上野の工房一機隊が松坂に入った12月19日の夕方より、一市軍、三渡村を中心に農民が結集、一市軍のほか阿能軍の農民を巻き込み、県庁所在地の津を目指して進んだ。ちょうどこの時、津方面への一機の拡大を食い止めるために、県の役人が一市軍被災付近に来て、 対策を検討している最中であった。ここから農民らは、津へ向かう主力隊と伊賀方面に向かう部隊に分かれた。津では、県令が内務卿陸軍卿や、各鎮台に打電、出兵要請をし、津防衛を固めた。対する、数千人の一機隊側には、全権的な流れを把握し、統一的に指導できる者がいなかった上、津攻略に、農民は全力を傾けていなかった。 このため津に入ることはできず、農民は敗退、被災へ引き返し、さらに南化して、権限屋に集結したが、時すでに遅く、12月22日午前に、柿日村の海エジ屋で、一機隊を撃破した氏族と戦い、敗れた。これ以降、一機隊は、地祖改正と少しでも関係する者の,の屋敷に、徹底的に打ち壊しや焼け払いを加えるようになる。伊賀には12月19日に、 太郎星峠、青山峠、長野峠の3方向から一機体が侵入したが、津攻略に向かった隊よりも勢力は弱かった。一主軍被災方面を発し、太郎星峠から入った部隊は170から180人の集団であったが、周辺の村々の農民を巻き込みつつ、12月20日午前8時に、名張群や奈瀬に入り、学校と九国章焼き払った。 一主軍被災方面を発し、青山峠から入った部隊は300人の集団であったが、伊勢地で2体に分裂したが、最終目標は、三重県庁の上野市長であり、1体は直接、阿波井上野へ、もう1体は、名張軍、柳瀬経由で、上野へ向かった。柳瀬経由の部隊は、多郎勢峠を越えた部隊と合流、さらに直接上野に向かった部隊とも再合流したが、 12月20日午後に、大内川で、上野市長が派遣した士族と戦い敗走する。彼らは、伊勢地や柳瀬に引き返したが、伊勢地に逃げた部隊は追撃され、柳瀬に逃げた部隊は迎撃され、伊賀での一機は鎮圧された。あの王軍から伊賀に入った部隊は、上野に向かうことなく、山田軍平田村で折り返し、鈴鹿軍か方面に進んだ。北勢への波及鈴鹿。 亀山周辺一支軍被災で分裂し、津の攻略に向かわなかった一機体は、阿納軍、安疑軍無区本を経由して、12月19日深夜に鈴鹿軍関で国商破壊、東海道を進み、12月20日に鈴鹿軍亀山へ入り、鈴鹿軍、省の村で学校を破壊、備品や書籍を焼却した。鈴鹿軍関、薬師村では薬場を破壊。 12月20日午前6時に、三重軍、宇根目村へ達し、日長の九国署を打ち壊して7時に、三重軍四日市に入った。津の攻略に失敗した、一機隊の一部は、周辺農民を先導し、再度勢力を高めて、伊勢山宮街道を北上、安義軍一心田村巡査遁所を破壊、川野軍神戸を目指した。12月20日から翌12月21日にかけて、 神戸付近が伊勢山宮街道や東海道から入った一機体と新興勢力の三つの集団から攻撃を受けた。東海道から入った一機体はこれまで焼き打ちはせず、亀山で火災が発生した際は自ら消火活動を行ったが、神戸侵入以降は焼き打ち戦法を取り入れた。神戸学校も放火の危機にあったが、東海市の住民が一機体を追い払ったため、 難を逃れた。神戸の攻撃を終えた、一機隊は、さらに、周辺の玉垣村、岸岡村を経て、伊勢湾沿岸各村へ、破壊活動に向かったが、12月21日早朝の、士族との戦いで消耗し、同日夜に到着した名古屋賃代の前に破れ去った。鈴鹿群両大村や安芸軍白子町では、新興の一機隊が結成され、両村の一機隊は、 小物方面に北上し、白子町の一機体は、伊勢湾岸を南下していった。四日市周辺神戸から、伊勢三宮街道を北上してきた、一機集団は、三重郡河原田村から、鈴鹿郡で大久保村方面を北上してきた、一機集団は、三重郡山田村から、三重郡日長に達し、四日市で東海道から来た、一機体に合流した。山田村では一部の一機体が、 小物方面にへ向かった。鈴鹿山脈の麓にある、三重郡水沢村にも一機体が侵入したが、水沢村で一部の村人を引き連れ、元北鈴鹿軍を奥保村へ引き返していった。稲葉三衛門の暴動日記によれば、四日市中心街では午前中に電信局放火を、川切りに焼き打ちが始まり、三重県庁四日市市長や郵便会所を攻撃した、あと、 ク名ナ軍クワナへ向けて進んだが、夜には別の一機隊が四日市に入って、高砂町で無差別放火を行い、執行所や海運会社を放火して、地元民と対立したという。四日市では三井銀行は過労じで放火を阻止できたが、三菱銀行は犠牲になった。四日市を出た一機隊が次に入ったのは、友明軍は津村で九国署を打ち壊し、仮リ調町宅を放火、さらに、 友明軍、大谷地村に進み、懲役場を包囲した。極利は、やむを得ず、囚人を解放し、懲役場にいた150人のうち50人ほどが、そのまま一気に加わった。友明軍の中野村、竹成村、電行村、長井村では、前月に、全村団結して、改装を承諾したが、北勢での一騎がこの4村で最も激しくなった、ことから、 全村民の総意で改装を承諾したわけではなかったことが表面化した。四村の一機はさらに稲部郡鳥取村へ広がり、一部は四日市中心部付近まで進んだ。現在の四日市市域では建物への既存だけでなく、明治政府と関係する公文書が多数消却された。特に地祖改正関連と学校関連の文書がその対象となった。 処分された者は、三重軍、友明軍で合計7、桑名、稲部周辺大親地を出た、一機隊が次に向かったのは、桑名で、国書、頓書、学校、健康売り裁き書を焼き討ちにし、病院や融通会所などを破壊した。桑名軍では、和重地帯で根強い反対闘争があり、四日市と並び激しい攻撃がなされた。 ク名ナでの攻撃方針は、ご一進後にできそうろ文派不座に焼き払い工事であった。稲部軍は全軍を挙げて、押し付け反米に反対するも飲まされた地域であり、挙木村周辺で焼き打ちが激しかった。稲部軍での一機の特色として、地主も押し付け反米に反対していたことと、個人的な妬みから焼き打ちを実行する者がいたということである。山田方面。 早生まの河原に集まった農民の一部と、飯野郡伊沢村や飯高郡、茅原村から集まった農民は、滝郡大岡村、渡来郡、滝郡西郡に集まっていた農民らの一部も、山田、小江氏軍と場を目指して、行進を始めた。田丸には12月20日朝に数百人の一機隊が、到達したが、小修羅は早く、町を通過してもらうため滝出しの準備を整えており、 おにぎりと酒を一気体に振る舞った。これにより、たまるに被害はなく、一気体は上地、川端、大端へ進んでいった。伊勢神宮では、12月20日午後1時に、神宮教員、たまる教会所から、暴動の情報を得て、小宮司以上の深海を持つ山田在住の神官は、下空山集殿に集い、防御の方針を話し合った。 午後2時頃には宮川を挟んで山田と向かい合う、大畑に一機の群衆が集まり、山田側に暴動の趣旨に賛同しないなら乱入すると申し入れ、山田側の故郷、区長は同意を示した。ここで、大畑の一機体の一部は松坂へ引き返したが、同日午後11時過ぎに、現在の伊勢市南西部にあたる渡来郡上野村、遠座村、助八村、 大倉村の農民が竹槍を持って、宮川の上の私の河原に現れ、山田対岸の渡来郡、磯村、高向の村、長屋村と現在の伊勢市南部にある渡来郡前山村の農民も合流した。山田住民は棍棒を持って、これに備えた。翌12月21日午前2時頃、約2000人の一機体は、小川町から山田に突入。 八日市場町の農舎に放火したのを皮切りに、山田市半学校、三重県山田市町、小学校、三井銀行の支店、病院などの新政府と関係のある施設を襲った。他との違いは、特権を有する商人であった地主の家も焼き打ちにあったということである。中島、裏口、時は、大瀬古で町が炎上し、下空別ぐのつくよみの類相が懸念されたため、 身体をあった火災は午前十一時に収束し、心配された神宮への放火や、破壊活動はなかった。十二月二十一日夜には、士族との戦いに敗れ、十二月二十二日にやれ。時頃に、三重県の派遣した警部以下四十名が神社港に上陸して、神宮の警備につき、十二月二十三日に、警視庁の警部が、十二月二十四日に、神大兵が派遣され、 抑え込まれた。山田は92個の消失、27個の破壊という被害を受け、一気体に主食を提供した、田丸や山田の誇張らは処分された。旧島国一機に相当する、小唐市軍や阿誤軍では、伊勢暴動の直接的な影響や被害はなかったが、暴動の翌年である1877年から1878年に、かけて合法的な手段で嘆願書や伺い書きを、 提出して、不当に高い地位等級の引き下げを要求する運動が展開された。三重県の北端、桑名に達した、一機体は県境を越え、愛知、岐阜に展開していった。愛知県は愛知県では1875年6月より、土地の測量をはじめ、地祖改正に着手した。しかし村人の不安を背景に地として進まず、1875年末から、 翌1876年にかけて、愛知県庁の役人の刷新が行われ、強力に推進されることになった。建前上、地下の査定は、村や軍から選ばれた、地位選評議員が、村や軍の順位を決め、終了を見積もることとなっていたが、実際には、役人が見込みを示して強制するという方法を取った。これにより、旧オワ国の領域では事実上に割弱の増税と、 なり、村人の不満が高まっていた。三重県の一機隊は、桑名から長島を越えて、愛知県の前が主に上陸、愛知県の農民も巻き込んで、海東軍津島方面に展開していった。1876年12月20日夜から翌12月21日にかけて、海東軍や、海西軍で暴動が展開した。 春日ガ軍東部では5割以上の増税となった村が3分の1以上に達したことから伊勢暴動の後もくすぶり続け、1878年9月には明治天皇の名古屋行行の時に直訴しようと名古屋に押しかける騒動にまで発展した。三重県の一期集団の愛知県への展開は、その先の名古屋、静岡県、ひいては東京への進出可能性を含んだものだったと、 考えられている。岐阜県桑名の一機体の一部は北上を続け、数百人の集団で桑名郡香取村から岐阜県石津郡境村に入り、沿道の村民を集め、一機体は千人に上った。数体に分かれ、石津郡中島村、大田村を放火した後、石津郡山崎村に向かう隊と伊比川を越えて、石津郡安田神殿に向かう隊に分裂した。 山崎村に向かった、一期隊は、石津軍西駒野村、新潟村、多芸軍室村、小倉村、横谷村へ入り放火した。横谷村で、井戸警部に追われたため、隊は解散するが、西駒野村で一部の一期隊が多芸軍、駒野神殿、猫地村を経て大牧村に入り、学校を焼き払った。安田神殿に向かった、一期隊は、石津軍範囲に行った、山陽村などで放火。 高須村では、古町宅と学校を焼き、さらに、安八郡へ入り西島村、高田村で火を放ち、土荘村に入ろうとした時に、川又警部らの攻撃を受け、隊は崩壊した。また、愛知県海東軍津島から、岐阜県海西郡里に入った、一機隊もあり、日原や駒ヶ江村などを荒らすも主力が衰えていた。ため、大きな被害は出なかった。 岐阜県内の一揆は12月23日にはすべて沈静化した。四軍五十一村に被害をもたらし、民家五十六個と学校六校が焼かれ、三十二個が損害を受けたが、幸い死者はなかった。百四十八名が逮捕され、鞘川の河原には大量の武器が埋没したという。時の犠牲者、大久保利道は、地租改正がうまく進まなかったことに焦りを覚えており、 茨城県で一揆が起きた時点で元素を切り出す決心を固めていた。しかし、茨城の一揆はすぐに鎮圧されたため撤回、伊勢暴動を受けて12月31日朝に閣議を、招集、翌1877年1月4日に地素2.5%に引き下げた。地層の率自体はわずか0.5%下げられただけで、あるが、日本中の農民に恩恵をもたらすこととなった。 地礎改正前の税額と比較すると、旧、三重県域で22.9%、旧、渡来県域で26.3%と大幅な減税となった。ただし、旧、三重県域でも抵抗により地礎改正の遅れた、桑名郡、友脇郡、川野郡の60村は0.1%の減税にとどまった。農民が恩恵を受けたことと引き換えに、 国家歳入の8割超を地速収入が占めていた。明治政府は1000万円以上の歳入源という大きな打撃をこむり、官僚の削減や役所の統合整理が断行された。この成果は21世紀初頭の現在、竹槍でドンと突き出す2分五輪の歌で表されているが、当時の新聞報道にこの歌はなく、東京日日新聞は、 竹槍でちょいと突き出す2分五輪と報じている。三重短期大学の茂木陽一の調査によれば、ドンと突き出すの書出は、1954年の三重県の農業史に関する論文であるという。伊勢暴動は、三重県全体で約2300個の被害を出したものの、暴動の始まった飯野郡では、被害個数は例で、稲部郡491個、三重郡358個、 クワナ百278個など、北勢での被害が目立つ。これは、暴動の始まった南西では、村単位で行動するなど、規律正しく一気が進んだのに対して、一気隊が北上するうちに不和来動した群衆が暴徒化していったためである。例外として、南西でもイータカ軍では376個の被害を出している。被害総額は139万円で、 1879年の三重県の地方税収入33万円余りの約4.2倍に上った。結果的に政府に対する農民の勝利と言われる伊勢暴動であるが、死者35人、負傷者48人、公私刑1人と就身の懲役刑3人を含む、処分者5万773人という大きな犠牲を払った上の勝利であった。伊勢暴動の鎮圧のため、 三重県に、名古屋賃台から二中隊、大阪賃台大通営所一中隊、警視庁から順位差が200名派遣された一方で、九津、上野、神戸、被災の各藩士が約4400名集められ、賃台兵到着前の政府側の武力行使は主に、士族によってなされた。江戸から明治に時代が変わり、近代軍事制度が整いつつある中でも、緊急時には、 慣例的に氏族の徴用が行われているという当時の状況があった。伊勢暴動や茨城県での一期にあっては、県令が賃代に派遣要請をせず、氏族に召集をかけたことが、賃代側より抗議がなされ、1877年2月から3月にかけて各賃代長官への打ち湯、相乗につき、内達が出され、賃代と氏族徴用の併用状態を解消し、 武力行使の権限が、賃貸に、一義的に与えられることになった。1880年に、地祖改正当局者は、伊勢暴動とその前に発生した和歌山県や、茨城県での一起について、次のように述べている。茨城三重和歌山三県暴動の近隣派米家の、後期に組むというにあり。そのことたる直接に改正に関係、するにあらされとも、その永遠を広の樹浜田、 改正予教、樽に外ならさるをもって、これを改正のための苦情と、いいは猿を得す。違法381ページすなわち、当時の役人は、地祖改正反対が、一気の目的にあるが、米価高等も背景にあると捉えていた。明治時代の文献で、伊勢暴動について触れているものは、上野都志造の1986年の調査によれば、1885年出版の、 細川広代編、明治青欄、修士館編、明治使用場が、最初で、1892年の指原康蔵編、明治聖史第九編がある。三重県の郷土史として取り上げた文献は、大正時代になって、中林正蔵、伊南朝史や服部秀夫編、三重県史などをはじめとして登場し、同時代には竹、清史、明治九年の伊勢一期という論考も出現するように、 なった昭和に入ると、論文や伊勢暴動に関する基礎的な資料集の刊行が増えていき、特に三重県内務部,部が編集した伊勢暴動天末期は、現在に至るまで伊勢暴動に絞って徹底的に研究した唯一の書籍である。伊勢暴動天末期は、現在でも資料的価値が高く評価されている一方、伊勢暴動の研究がこの書籍に多くを依存してきたため、 歴史の論証のために、他の新しい資料が強く求められている。第二次世界大戦以後は、経済史学と郷土史学の二つから研究が進み、基礎改正が伊勢暴動の主目的であるとする説が通説となっていく。茨城県の真壁軍、中軍の一機を研究していた木、戸田次郎は、茨城の一機や伊勢暴動が石大脳問題に橋を発していることに着目し、 1959年に次のような説を唱えた。茨城の場合特にそうだが、三重愛知等においても、農民は地租改正反対を主たる目的として、一揆を起こしたのではなく、維新依頼書負担の増加に憤激した農民が、9年の石台農米化基準を不満とし、これを契機として激発化ものと判断される。木、戸田四明治九年の農民一気45から50ページ。 また同年、伊勢暴動研究をしていた、大江氏の夫も、著書の中で以下のような木戸打説に近い見解を示している。問題は、地疎改正そのものでなく、地疎改正の過渡的な措置から発生した。大江氏の部、明治国家の成立天皇制成立史研究、ミネルバ書房、百175ページしかし、木戸打説は、原口清高橋吉らから批判され、 木戸田はこの説を撤回している。これに対し、有本真さんは、木戸田が説を撤回したのは正しいが、挙手的に地祖改正事業を見れば、中心的な矛盾とは言えず、伊勢暴動において、伊野軍の出した、単元の大意の第一条に、一伝爆宅地ともに陶劇を掲げていることを、例示している。研究の成果は、教科用図書に反映されている。 2008年度発行の中学校社会科歴史分野及び高等学校地理歴史科日本史の教科書では、ほとんどに伊勢暴動、または三重県で暴動が発生という文言が記載され、月岡義人施策の西家付で取り上げているものも多い。伊勢暴動の名は大正時代に出現し、三重県内務部がまとめた伊勢暴動天末期の出された1934年以降は、 伊勢暴動で統一されている。伊勢暴動の後の定着以前は、笑いやき暴動、伊勢農民暴動、伊勢騒動、明治9年の農民暴動など、様々に呼ばれていた。三重県における、郷土試験級の結果、伊勢暴動という用語が生まれ、それが定着したために、愛知、岐阜、堺の三県にも拡大したにもかかわらず、伊勢暴動となったと考えられている。 しかし、伊勢暴動定着以降も、伊勢一期、三重愛知岐阜境四県下総城などを使う研究者もいる。三重短期大学の研究者らは、伊勢暴動を東海大一期という故障に変更することを提案し、同学教授の茂木洋一が執筆した百姓一期時点では、伊勢暴動を東海大一期として掲載している。これは、伊勢暴動と共に、 近代日本の農民闘争として取り上げられている、秩父事件の指導者、田代英介が英雄として扱われるのに対し、伊勢暴動で唯一死刑となった、大塚源吉の名を知る者は、ほとんどいないのは、伊勢暴動という名称から国家に抵抗した国族が、引き起こした旗迷惑な暴動事件という見方をされていると考えられる。ことから、歴史を正しく捉えられるように提案されたものである。 ありがとうございます。